はい、どうも、たちいちんでございます。こんばんはでございます。ですね、急遽ね、今日動画をね、本当は編集して、それちょっとね、やる予定だったんですけれども、本日、昨日ね、3月29日、11時10分にね、本当に僕らのヒーローでございました、志村けんさんがね、亡くなりました。ということでね、本日は志村けん追悼スペシャル、ありがとう、志村けんということで、今回、美心人のね、加トちゃんケンちゃんをちょっとプレイしていきたいと思います。でね、今、1人、2人しかいないか。ね。いやー、もう本当に、帰ってくると思ったよね。帰ってくるっていうか、俺、いつもその、ニュース、なんだろうな、LINE のニュースぐらいしか見れないんだけど、見たときにね、きっと、なんか、まだ戻ってくるんじゃないかなっていう、またね、コントするんじゃないかなっていう、そんな思いがあったわけですけどもね、本当に70歳という、人生をね、送って、本当に悲しいがね、身近ってわけじゃないけど、本当にね、コロナウイルスでこんな、ね、本当に有名な、ね、志村けんさんが亡くなるとはね、本当そうもね、思ってもいない、本当、状況でしたけれども、ここで、ちょっと、1分間の、黙祷を捧げたいと思います。よかったらもう皆さんも、黙祷お願いします。1分間黙祷します。黙祷。はい、ありがとうございました。ということでね、本当に志村けんさんありがとうということで、本日は、ちょっとね、それにちなんだちょっとゲームをやっていきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。いってみましょう。これですね。一回リセットしとくか。いや、これほんと信じらんないよ、ほんとに。いや、まだほんとになんか全然信じられないんだけど、会ったこともね、ないんだけど、なんかほんとにこう、身近なほんとに芸能人が亡くなるっていうところで、ほんとに。加トケン、ね、行きましょう。どっち行くだよね、本当に。とりあえず、今回、でもこの後でまたね、加トちゃんの方もやりますけど、あえて言わせていただくと、この志村のこの、俺、このいろんなアクションが好きなんだよね、これ。もしもし、どうしました？え？さらわれた？はい、すぐ助けに行きます。お前一人で行くの？ずるいんでない？俺、へそ曲げちゃうよ。ということでね、
まあ行ってみましょう。ちょっと俺から変な感じかな。ちょっと俺が変な感じか。俺が変な感じな。まあでもこっち側にいないとちょっと。こっち側にいないとってなんか画面がちょっとあれか。よっ。こんなもんか。よいしょ。よし行ってみよう。このね、ケンちゃんのがね、滑るんだよね、これ。滑るんだけど、足が速いっていう。ジャンプも、こう。これね、後でコイン取っとくと、この。このトイレとかになると、こういうね、怪盗とヤシにハンマーゴングとかね。まあ、こういうアイテムでチェリーをね、取って、まあ、行くと。多分、ナオたちがこれやってんだろうな。大丈夫だ。ういうわお。これでアイテム取り放題の便利。全然取れない。危ない危ない。あ、意外に難しい。1よし、これもいいね。これ滑りやすい。確かに滑りやすい。こういうアイテムのチェリーとかね、こういうとこコインがねいっぱい出たり、たまにこういうフンコが出たりするんだけどね。まあ今出てます PC エンジン。PC エンジンミニか。あれではね、海外版、海外版のやつはなんかまた違うやつがあるんですけどね。まあ、ここでやってきたいことは、このバイタリティを増やすことですよね。それからまあ1アップ。あー、もうハエだと思う。絶望的だね。なかなか目星が難しい。ハンバーガー、ポテト、コーラみたいな。コインはなかなか。なんかまた振り出しに戻るぐらいな。これなかなか難しいな、これ。こうバイタリティアップなんだけど、このバイタリティの絶対値が上がってくんで。くっ。うわー、ポテトか。これ難しいな。
うわー、まあポテトポテトポテトみたいなね。どうせならハンバーガーハンバーガーとかです。うわー、これ増えんやつだ。このバイタリティのゲージがボン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 でね、上がるんですよ。やめるか。まあそういうことですね。感染、まあもう東京都民がもうね、東京都民、それから我々もそうですけども、不意のね外出なんかはね避けていただきたいっていうところもありますよ本当に。まあ、こんな感じですね。やばい、やばい、やばい。やばい。これは。コインを貯めてスロットマシン。10代なんですけど、志村さんの師匠、本当に悲しいよ、本当にね。ショックですよね、本当に。こういう、もうゲームだけどこういうね。うわぁ。違うか。やばい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 。滑っちゃうんだよな。わざとじゃねえんだけど、すげえ滑るんだよね。難易度がケンちゃんでやった場合、カトちゃんより難しいんだよね。よいしょ。うわ難しい。このね、すごい滑るんだよね。うわ、まあ俺の下手、腕前が下手ね。くわ、まあ今度はちょっと、じゃあの加藤ちゃんで言って、あのもう志村のこのアクションシーンをちょっと、タテチン志村さんと同じ髪型だねって違うからな。これ別に真似してないからな。別に真似してるわけじゃないからな。ずるいんじゃない？俺へそ曲げちゃうよ。こういうとこでね。こういう、あー取れない。志村さんカットでお願いしますんで、そんなわざわざおかしいだろう。切り株の上を蹴ってみな。まあ、こういうね。
ね、ドリフのコントでもありましたよ、こういうの本当に。大丈夫だ。これあったんだよね、本当にね。うい、うわ、おっ、ってこうなんか太鼓でこのね。その後ね、志村けんの大丈夫だがやったあのルーレットマンとかね、田代マーシーとかクワマンとか、やっぱこ、まあ、加トちゃんのがね確かに安定はしてる。スイカ男、スイカ男とかあったなんかな。いやーこれ楽しい。加トちゃんの方が7つ上の77歳なのね。このまま知らなかった俺も。さあ今度こそは体力増やすぞ。スロットやりてえだけじゃねえかっていう。なんとか一面のボス、なんとか一面のボス倒そう。なんとか目標は一面のボスを倒すこと。すげえ、さっきよりコインがコインアップね。目押し難しい。うわ、ハチスケを狙ってんだけど、あっ、うん、ハチスケはハエを狙えばいいのか。俺なんか別に画面いいし、別に違う、これわざわざ320にしてるから、俺これをあまり大きくしちゃうと画面がおかしな話になっちゃうんだよ。 あ惜しい。またコインじゃねえか、またま全然先に行かないでしょ。またコインか。じゃあバイタリティさえ増えればね、もうそれ全然違うんだよ。いやーちょっと志村けんと筋肉マン似てる似てる
まあ、ヒーローってとこが似てるな、本当に。めっちゃコインだけ稼ぐな。さっきよりコインか。めっちゃコインだけ稼いでるやん。ね、コイン、コインめっちゃ稼ぐ。いや、俺、目押ししてるつもりなんだけど。あ！なんかコインだけすっげー増えてって、ビタ押し？いや、コインすげー溜まってくんだけど。分からなくなってきた。そういうこと、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 これを見せたかったんです、これ。あとまあね、強いて言えばワンアップ、まああとワンアップ、これで狙ってダメだったら次行こう。よし、行こう。栗のイガグリがね、早く揃えて。なかなか本当難しかった、すいません本当に。さあ行こう。早く一面のボスさえ倒せれば。難しい。うわ、行こう。来た、バカ殿、バカ殿来た、バカ殿来た。まあお酒とタバコね、コインはゲルと出るよ。まあね、お酒とタバコってなかなかやめられないよね。俺もやめられない。一応これやる。よっ、全クリして。さあ行こう。さあよよ、よし、
一野さんは隠れたドアがあるよ。このドラキュラのやつもあったね、なんか昔。タチションしてるっていう。いやー、一の二もいいね。全クリして、タバコとお酒のダブルパンチだったんですよ。まあまあ、確かにね。また年齢っていうのも あるんだろうな。このばあちゃんもじゃない、鍵を探しな、みたいな。一回死ぬとダメ。ダメだ。これちょっと待って、これがコントローラーが微妙だな。あれ？消えた？消えてしまった。コントローラーとかで蹴っちゃったろ。した。鍵を探しな。よし。よし。よし。ジャンプして、よし。あ、またスロット部屋だ。いやだからね、俺も怖いからやっぱりね、やっぱりちょっと東京とか今まではねあれしたけど、やっぱりちょっとぶっちゃけ多分みんなもそうだと思うんだけど、俺は大丈夫とか結構俺は大丈夫とかそんなのはまあね、本当にテレビの中の話じゃないのかって思うかもしんないけど、やっぱり本当にやるんだよ、やっぱり。まあ、ただでもスロットの目は揃わないっていう。スロットの目は入らないからね。だからさ。うわー、またハンバーガー。ナイスハンバーガー。
だってハンバーガー、コーラ、ポテトってもうフルセットじゃないのこれ。コーラでしょ、またコーラ出せばいいんでしょ。8、コーラ8。ブーって。落ちた。ハチスケ。よし。またコインだ。コインはコインでそれなりに嬉しい。1アップしてえな俺も。鍵ゲット。これおならで倒すんだよね。よし。よいしょ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 。よっしゃ、一の三クリア。いやー、本当に、そう、本当にコロナウイルス、本当に怖い。いやー、本当にコロナウイルスね。自宅警備員に専念とかダメだろそれ。よっしゃ、ダブルだ。緑のスプリングは目隠して、目隠ししてとか無理だから すげえ、俺めっちゃやり込んでる人じゃん、それ。奇跡のスロットマシーン来たわ。いやー、これは何も増えないでしょ。いや、もっとバイタリティが上がるやつで、バイタリティが。これもコイン、まあ、コインはいい感じに増えてんだけどな。コインじゃなくて。コイン出すのうまいな。
なんでコインこんなに出るんだろう。俺狙ってんのハチスケの、ハチスケでこのバイタリティを上げたいのと、ワンナップ狙ってんだけど、ずっと。ああ難しいな。目押し、これなんもないやでしょ。結構あの蜂とね、タバコもやめてとか、これダメなんだよな。いやー悔しいな。どうせなら体力満タンの状態がいいよね。コーラ、これってハンバーガー、ポテト、コーラですもん。最高じゃねえの。そういう出目じゃない。あ、来た。ハチスケ、まあ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 いいでしょう。マッスルショットやろ、マッスルショットなんかやるわけないでしょ。よっしゃ、怖えよバカ殿。ボスの腰から上を狙え。あぶね、よっしゃよっしゃ、ボスだ。さあボスの腰から上を狙え。いいじゃん、よっしゃ。よし、とりあえず1面クリアできたら2面これもだって武器がないんだもん。これどうした、ウニは行く、ウニはとりあえずおならで倒す。いやー右スタートだっけ。なんだっけ、右スタート、あ違う、ちょっと待って、あここまで来たのに裏技なんだっけ、カトケン裏技。
最後の目にワープ、違う違う、コンティニュー、コンティニューなんだっけ、最終面にワープじゃないよ、ワンツーランか、ワンツーランか、ゲームオーバー表示にワンツーをしながらランをする、なるほど、もう一回か、ジェリーのヘルとか食べ、そんなにやってないよ、変わるだけだ、大丈夫だ、ういっ、うこれ無敵状態ですから今。なんかおかしくね、なんか何がおかしいんだろう、これ何がおかしい、なんか画面おかしくない、なんか俺の見た目だけ、なんか画面がおかしいんだけど、あれは直った、なんか俺を大きくするとか言ってたから全然見えないじゃん、これ見えないじゃん、あのここにいるかよ、全然見えないじゃん、これこの部屋の背景が映らない、これどういう、普通に黒巻きですよ、黒巻き、黒巻きっていうのがもう全然ねえよ、やべ、あこれ難しい、コントローラーがやり込んでるからな、ワンツー、ワンツーね、ワンツーラン、まあ、この戻し作業もね、俺が前に行き過ぎだからか、そうですね、緑のカーテンをすればこんな感じ、ハチスケ狙い、コイン狙う、うまいわ、さっきよりうまくなってる、
よっ。県内にはいたってことね。このビタ押しじゃないと無理。ビタ押し？何、クロマキーって、クロマキーって別に難しい話じゃないし、これ。これ透けてるでしょ。これ何だと思う？ロッテパイの実。ロッテパイの実の緑の部分が透けるから、これ。そんなのはどうでもいいや。なんだこれ。赤いのも好きでしょ。赤いのは好きねえか。緑のやつだけ好きんだよ。これ何、バグってんの？バグっての一瞬。一瞬消えたりするんだけど、なんだこれ。来たバカ殿、コインを蹴ると出るよ。意味が分かんない。意味が分かんない。敵に当たるとどんな。緑の。とりあえず1の1クリアすればいいじゃないっていう。ワンツーをして選んで。これいきなり消えるの？なんかバグってっぽいな。リセットしたいんだけど。隠れたドアってどこにあるんだろう、いつも思うけど。よし、休憩。いやー、意外に難しかったね。意外に難しい。ちょっと休憩します。いや、これ1の1、1面をクリアするぐらいしかできないけど、
これ結構、もう皆さんクリアしてます？皆さんクリアしてますとか言って、みんながみんな過渡研やってないから、みんながみんな過渡研やってないから、みんな過渡研やってないから。で、緑のものは透けるよ。あと緑のものって、基本家に緑のものってそうそうないでしょ。赤い帽子とか透けないでしょ。ほら、赤い帽子は透けないんだよ。でもこのコミックがあるでしょ。このコミック緑色なんだけど、マジックわかる？コミック緑色だけど、これなんか本の形になってるでしょ。これ。で、これだと本。緑色。消えるでしょ。これが黒巻きっていう。そういう効果ですよ。だから緑のメロンソーダ、メロンソーダとかを飲みながらやると多分消えるよ。実験しなくても分かるし、実験しなくても分かるから、それ分かるやつだから。さあ、あと残り12分。今日は一面をなんとかクリアして終わりましょう。まあ最後他2面とかも行けたらね、行くけど。よし、行くか。これ消えちゃうの、なんだよ、バグかな、完全に。鍵を探しな。明日ももちろん指示置き。みんな早いでしょ、だって明日も。まあ、コロナウイルスですけどね、長野県も8人ね。東京なんかもう本当に1日何十人もね、40人コロナウイルスになっちゃえばね、もうネズミ式じゃないけど、本当にやばいでしょ、もう。台北の死者なんてもう日本帰ってこれないでしょ、多分。星。うわ。くっ。
まあまあいいや。よし、鍵ゲット。どこに扉があるのかな。あれ。よいしょ。よ、あ。興奮しておなら出ちゃった。ダメだ。ワンツースタート。こうするとね、ワンナップじゃねえんだけど、その面の一番最初からコンティニューね。まあ今今日レトロフリークでやってるんで AB スタートね。まあ本当 PC エンジンミニもね、本当にこれ入れてほしかったよね。まあでもカトちゃんケンちゃんじゃないやつがね、入ってるから。はいはいはい、あ、はいはいはい、ぐノーグッド。うわ、すかした。このおならでやられるってのはすごいな。よいしょ。あまりとりあえず1の4まで行きたい。ナイス。さっきより足場がちっちゃい。緑のスプリングに乗ると、鍵を取ってない人はこの1の4にと1の3に戻されちゃうんですね。そんな志村の優しさがねある。よし、
スロットマシン好きだわ。コーラ。よし。よし。ちょっとバイタリティ少ないですけどね。栗。マジか。ここまで来たら一面クリア、一のボスまで行けよ。危ない。いやーちょっとバイタリティや。さあボスだ。さっきやってるけどね。わっこ、くっ、これ当たるとバグるから嫌だな。来たバカ殿、ボスの腰から上を狙え。よっしゃ、緑のスプリング気をつけて。あ、乗っちゃいけないのに何乗ってんの俺。あ、緑のスプリング気をつけてって言ったじゃん。一人のスプリングに乗ると一の座に戻っ、鍵を探しになって鍵持ってるよ俺。一の座にまた一の座に戻っちゃったじゃないか、せっかく来たのに。
よいしょ。よいしょ。1の気をつけて1の3のスプリングは、なんか2回1の3をクリアすると本当に1の3じゃないんだ、1の3じゃ1の4でいって1の3でワープしちゃうっていう。緑のスプリングは戻るって話ですね。おかしいだろ。完全にバグだもん。きっと落ち着け。よし、今度こそいけるぞ。さあ行こう。ボスの腰から上を狙え。ちょっと緊張。緊張しすぎ。よし、ボスの腰から上を狙え。もうこれこの面クリアできないんじゃないのこれ。
よし、今ならいける。よし、ちょっとこれ写真撮ろう。やばい、12時になっちまった。なんとかこいつだけは出したい。いや、なんとかこいつだけは出させてくれ。今日こいつを倒して12、こいつを倒して終わる予定だったのに、こいつ倒してコンティニューなんかしちゃったら2の1にいって、それでノーコンティニューみたいになっちゃって、すいません本当に。バカ殿ももう新しいやつが見えないと思うとね、本当に。本当に1の4のあの最後ボス倒して今日は終わりましょう。しゃ、行くぞ。よっしゃ、少し休憩したから。ギリジャンでおならしちゃダメでしょ。あぶね。本当は全クリしてた。さあ、いけるか。よっしゃ、やったー、やりました。はい、ということでですね、なんとか1の1面クリアすることができました。ということで本当にね、まあ下手くそのプレイでね、2面はいつも2面2面やったらもう何時になるか分かんないでしょ、こんなの。本当に何時になるか分かんないでしょ、この2面やってたら。はい、ということでね、まあなんとかね1面クリアできたということでね、まあ今も12時なんでね、まあ明日もね、会社学校がいろいろあると思いますけれどもね、
本当にね、1時とかはもう無理、1時、だ台湾は1時、台湾はほら1時間進んでるんでしょ、だから11時かもしれないけど、こっちはもうね、12時でね、結構また眠くなっちゃうところもありますからね。ということでね、なんとか一面クリアできました。ね、ということで本日はね、志村けん追悼スペシャルということでね、ありがとう志村けん。ね、ということで本当に志村けんさんのね、ご冥福お祈りいたします。ということでね、まあいろいろね、やってきましたけども、まあ、本当にコロナウイルスね、本当に怖い、本当にそれで、本当に脅威ってところもありますよね。まあ、ちょっとね、いろいろ、これでね、ちょっと本当に、コロナウイルスなくなってほしいってところもありますけれどもね、もう皆さんね、本当に手洗い具合とかね、まあいろいろ本当、まあやって気をつけててもね、本当、ね、しょうがないんですけどもね、まあちょっと本当ならないように、ね、人混みとか下げたりね、ちょっとそういった対策もね、していただきたいなというふうに思います。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでね、また次回の、放送でね、お会いしたいと思います。それでは皆さん、さよなら。